最近質問で、僕のチャンネルはチンチラとデグーの動画を頻繁に出しているので、同じようにどちらかをお迎えしたいんですけど、どっちの方が飼いやすいですかっていう質問をよくいただくようになりました。この動画から僕のチャンネルを知ってくれた方も多々いると思うので、チンチラとデグーの簡単な説明を踏まえながらお話ししていきたいと思います。寿命、チンチラは約10から15年で、長生きする子は20年を超える子もいます。ちなみにギネス記録では29歳と229日っていう子もいました。デグーの寿命は約5から8年、個体によっては10年以上生きる子もいます。ここで注意していただきたいのは、チンチラは齧歯類の中では寿命がすごく長いと言われています。例えば学生から社会人になるとか、結婚をするとか、出産をするとか、人生においていろいろな分岐点があるかと思うんですけれども、チンチラは長い子だと20年以上生きる子もいるので、ライフスタイルが変化しても育てることができるかどうかっていうことを十分検討してください。大きさ、チンチラの顔と胴体で約25から35センチあります。尻尾は約10から25センチ、体重は約400から600グラムで、男の子と女の子で異なります。ちなみに一番個体が大きいのはアメリカ産の子で、大きい個体は約900グラムになる子もいます。これ900グラムっていうと、チンチラのプーちゃんの約倍ですね。すごい大きいですよね。続いてデグー。顔と胴体で約12から20センチ、尻尾は約10センチ、体重は約225から300グラムで、男の子と女の子で大きさは多少異なります。毛並み、デグーよりチンチラの方が毛の量が多くてふわふわなんですよね。触り心地もチンチラの方が圧倒的にいいです。鳴き声、チンチラもデグーもよく鳴くんですけど、チンチラは基本的に声は低音で小さいです。ただ警戒したり発情してる時の鳴き声は高音で大きいです。デグーは歌うアンデスのネズミと言われるほど綺麗な声で鳴きます。声は高音で、いろいろな感情を声で頻繁に表現します。チンチラもデグーもそんなに大きな声では鳴かないので、例えば賃貸で飼育する場合でも問題ないと思います。中高生、夜行性、チンチラは夜行性で、デグーは中高生です。デグーは飼い主の生活に合わせるところがあって、中高生なのに夜活発に行動する子もいます。懐きやすさ、チンチラもデグーも個体差があって、懐きやすい子と懐きにくい子がいます。野生では群れで生活する子たちなんですけど、多頭飼いより単頭飼いの方が飼い主を仲間と認識するので懐きやすいと言われています。性格はチンチラは猫っぽくて、デグーは犬っぽいと言われているので、どちらかというとデグーの方が懐きやすいように感じます。例えばチンチラのプーちゃんの場合は、名前を呼ばれてることは分かってるんですけど、何かに夢中になってる時は遊びたいから来ない時があります。デグーのピーちゃんの場合は、何かをしていても名前を呼んだら来てくれます。食べ物、チンチラとデグーは草食動物で、主食はチモシー、副食はペレットを食べるんですけど、好き嫌いが激しくて、同じチモシーやペレットでも、ここのメーカーは食べるけど、ここのメーカーは食べないっていうことがあるので、最初は好みのチモシーとペレットを探すのに苦労するかもしれないです。おやつも食べるんですけど、1日にあげる量は少量で、中でも甘いものをあげすぎると虫歯になったり変色してしまって、主食のチモシーを食べなくなってしまうことがあるのでご注意ください。砂浴び、チンチラとデグーはお風呂に入ることができないので砂を浴びます。チンチラの砂は目が細かいのですごく舞うのに対して、デグーの砂は目が粗いので舞うことはないけど飛び散ります。なのでチンチラの方が砂浴びの後の掃除は大変ですね。温度、湿度、チンチラの場合は
室温22度前後、湿度 40% 以下です。で、グーの場合は、室温20から25度、湿度約 50% と言われてるんですけど、ピーちゃんを見てる限りだと、室温が20度だと寒すぎて下痢をしてしまったことがあるので、ヒーターを置いた方がいいです。ちなみに、人間にいい湿度は40から60% だから、チンチラをお迎えすると、人間は比較的乾燥肌になります。環境だけで見ると、デグーの方が人間と共存しやすいと思います。エアコンはデグーもチンチラも24時間365日つけっぱなしが基本なので電気代がかかります。あと、梅雨の時期は湿度が高くなりすぎるので除湿器が必要です。あともう一つ、これは必須ではないんですけど、チンチラもデグーも結構毛が舞います。なので僕の場合はこの部屋に空気清浄機を設置して24時間365日稼働してます。匂い。チンチラもデグーも体臭はほとんどないんですけど、デグーはケージの中の掃除をこまめにしてあげないとおしっこが匂います。匂いの面で言うとチンチラの方がほとんど匂わないですね。噛む。チンチラもデグーも基本的にはどこでも噛みます。買い替えをしてあげるとお礼髪もしてくれます。ただ、たまに強く噛んでしまうこともあるので、ちょっと痛いです。トイレ。チンチラは個体差はあるんですけど、おしっこはトイレを覚えてくれる子もいます。うんちはどこでもします。デグーも稀にトイレを覚える子もいるみたいなんですが、ほとんど覚えないと思った方がいいです。ヘアンポ中もマーキングをするから、どこでもおしっこをして、うんちも同じくどこでもします。病気。チンチラもデグーも個体差があって病気になる子はなるし、ならない子はほとんどなりません。ただチンチラもデグーもエキゾチックアニマルなので、見てもらえる病院が少ないので、お迎えする前に探しておくことを強くお勧めします。またお迎えする時にしか入れない保険が多いので、入っておくことをお勧めします。途中から入れる保険もあるみたいなんですけど、少し費用は高いみたいです。ヘアンポ。チンチラもデグーもヘアンポをします。ヘアンポ中はチンチラもデグーもあちこちかじるので、家の柱、壁紙、その他のものを何でもかじって壊しちゃうので、壁紙や柱は保護して必要ないものは置かない方がいいです。特にチンチラは食べれないものを口の中にある間は下手くそだけど必死に取り除きます。ただ、間違えて飲み込むと吐き出すことができなくて事故につながるので気をつけてください。ヘアンポ中の音は、チンチラの方が個体が大きくて活発に飛び回ったり、壁を蹴って三角飛びをしたりするので、賃貸に住んでいる方は騒音に気をつけてください。価格。チンチラもデグーも販売しているお店によっても、カラーによっても値段は異なります。ただ、お迎えしてからのコストは、ケージのサイズとか、ケージに取り付けるものも、デグーの方が小さいので、若干安いイメージはあります。月にかかる費用なんですけど、これに関しては、チンチラもデグーも、あんまり変わらないですね。はい、というわけで、今回はチンチラとデグーの簡単な説明を踏まえながら、どちらが買いやすいのか比較していきました。僕の場合は、初めにチンチラのプーちゃんをお迎えして、その後にデグーのピーちゃんをお迎えしてるんですけど、チンチラのプーちゃんの時に、もうこの部屋は育てやすい環境に整えてしまっていたので、デグーのピーちゃんが来てからは、そんなに苦労した点っていうのはありませんでした。で、チンチラもデグーもどちらもすごく可愛いので、甲乙つけがたいんですよね。まあ、今回のお話を踏まえた上で、結構ね、チンチラもデグーも、あとその他の生き物でもそうなんですけど、人間との相性ってあるんですね。自分に合う子と合わない子っていうのがいるので、その辺も踏まえながら、いろいろな子を見て、お迎えすることをおすすめします。ぜひ参考にしてみてください。